君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか、この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが呼んで、決まってるやつとも出ないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない炎の外側を覗いてかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦ですと。それはいいでしょう、素晴らしいでしょう。不可能の証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない。そんな無責任になりはしない。修正に加われないで、そんなハビットを捨てるたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から告屈普通と。俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな修正。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、その場でハビット。見せろよ、その場でハビ。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にそりゃもう傑作でもって君も進むきっかけ。いなりそれそれでウィンウィンじゃん、こりゃこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって人に問われることをしたい。終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり非常事態。君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ。俺は人生維持モードずっとそこで眠っててやるさ。俺はそもそもスペックが低いんだから、あがいてもがいて醜く惚れた。俺のあの頃を分類したら、誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜにもして片付けちゃうの。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か、悟ったふりして怒るなよ。君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から好物普通と。俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、その場でハビ。動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から好物普通と。俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、その場でハビ。壊してみせろよ、その場でハビ。